皆さんこんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。こちらでは7つの天然酵母アドバンスクラスのパンについてご紹介しています。本日はこちらの方のパンです。じゃん、レモンヨーグルトブレッド。酵母の方はですね、白神小玉酵母を使ってます。割とリッチな方のタイプのパンでして、白ワインとかですね、ヨーグルトを使ったような形で仕上げていくパンにしてます。あとレモンビールも使ってますので、レモンの爽やかな香りとですね、ヨーグルト の酸味とか、あと私割とよくワイン使うんだけれども、白ワインっていうのですね、そんなのも混ぜながら使ってます。出来上がりは割とふんわりしてるんですけれども、もっちり感もあって男性にも女性にも好まれてるパンになってますので、ぜひ一度お試しください。